です。今日は8億6016分の1の奇跡です。お楽しみください。実演、色違いのカードを持ってきました。後ほど使います。ではお渡しします。よく混ぜてください。ありがとうございます。さらに混ぜてもいいですけれども大丈夫ですか？ではお手伝いお願いしたいです。手を出してください。いろんなカードありますね。1枚選んでもらいたいんですけれども、あなた自身にもわからない状態で1枚選んでもらいたいです。体の後ろもしくはテーブルの下に回した状態で1枚どれでもいいです。突き出してください。そしたら抜いてひっくり返した状態で真ん中付近にまた突き刺してください。半分ぐらい出ている状態で構いません。もちろん同じカードはあったりしませんね。すべてバラバラなカードです。ではお願いします。1枚のカードを選んだらひっくり返して真ん中付近に突き刺します。できたら戻してください。ありがとうございます。あなた自身にもわからないランダムなカードが1枚選ばれました。裏向きの状態です。最初にカードを持ってきたと言いました。僕はこの動作をあなたが行う前、先ほど行いました。なので当然1枚のカードが裏向きの状態です。そしてこの2枚の裏向きのカードがなんと不思議なことに一致しています。はい、では解説していきます。非常に不思議なトリックです。あらかじめ色違いのデッキをフォースしたいカードを真ん中付近でひっくり返した状態でこのままセットしておきます。最初にこのカードのことに触れても触れなくてもどちらでもいいと思います。1枚のカード、今回はダイヤの10をフォースします。様々なやり方考えられますが、今回はクリンプを使用しております。このあたりはお好みで様々なものを使用してください。お客様にカードを混ぜさせない場合はクリンプだったり、例えばペンシルドット等も使用する必要はありません。今回はダイヤの10のワンコーナーにクリンプをかけておきます。この状態でこちらのカードは後ほど使いますとか意味深なことを言っておけばいいです。お客様に好きなだけ混ぜてもらいます。クリンプの向きだけ把握しておいてください。そして返してもらったら一度カットするわけですが、クリンプのところで持ち上げられますので、このカードをボトムにコントロールします。そして喋りながら何を行うかというと、ちょっとずらしてクリンプを戻した後に過去に解説しているこのようなムーブで1枚のフォースしたいカードをひっくり返しておきます。このあたりはトップにコントロールした後、表向きにした状態でハーフパス等でも構わないと思います。すべて下の動画をご覧ください。とにかくこちらから見てボトムのフォースしたいカードだけがひっくり返っている状態であれば何でも構いません。そしたら実演の通り話を進めていきます。例えばよくあるのは先入観を入れてほしくないので、あなたにもわからない状態で1枚のカードを選んでいただきたいです。このように言うことで見ないで行う理由付けになります。最初にまずデモンストレーションを行います。1枚のカードを突き出したらひっくり返してこのように差し込んでくださいと言います。あまり極端なところに差し込まれると困りますので、真ん中付近に差し込んでくださいというようにします。そしてこのカード奥まで全部入れられちゃっても少し困りますので、このような状態にしたら取り出してくださいだったり、半分ほど突き出した状態にしておいてくださいと軽く言っておきます。演者のデモンストレーションが終了したらこのカードをセンター付近にコントロールする必要があります。今回はヒンズーシャッフルを使ってセンター付近にこのカードがコントロールされるようにしております。そしたらこの状態でお客様にデックを渡します。テーブルの下で1枚のカードを選んでもらってひっくり返して真ん中付近に突き刺してもらいます。できたらこのように出してもらいます。演者がデックを取り上げてここでちょっとした技法を行うわけですが、まずサイドスチールだったりダイアゴナルパーム等で行われるアングルジョグの状態にします。この状態から押し込む時に中指と親指だけの状態にして、親指に少し力を入れてこちら側から斜めに突き刺すとカードがこのように突き出た状態になります。そしてここの部分を右手の小指でこのようにずらします。この状態にしてスプレッドをするとこのカードが見えなくなります。このカードをアングルジョグしたら小指でずらしてこの状態でスプレッドを行います。今このカードの下に裏向きのカードが隠れた状態になっています。ここの動きだけしっかり練習してください。アングルジョグした状態でスプレッドする大きな動きで小指でずらしてこのように広げます。やりすぎない程度に軽く触って問題ありません。今差し込んだ裏向きのカードに見えますが、実際はダイヤの10になっております。この状態にしたら、例えば私も全く同じ作業をマジックショーの前に行っていました。このような演出だったり様々演出が考えられると思います。そしてこちらのデックを広げると1枚のカードが裏向きになっています。そしてこの2枚のカードが不思議なことに一致しているという現象になります。この演技終了後オフビートもかかってますので、こっそりとひっくり返ったカードを戻せばいいと思います。もしくは戻さないままケースにしまってもいいと思います。そして確率はかなり低いですが、考えられうる状態としてはデックを渡して1枚のカードを選んでもらうときにこの裏向きのカードが選ばれる場合です。このカードがひっくり返った状態で突き出た状態で出てきます。その時の対策としてはいいのが思いつきませんでしたので、各自でお考えください。そしてもう一つの良くないパターンとして、カードを裏向きで差し込む時に
このフォースしたカードの下に差し込まれた場合です。この場合アングルジョックして広げたとして、このカードを抜き取った時に下のカードが見えてしまう場合があります。隠しながら慎重にやれば問題ないですが、少ない確率ではありますが、このようなハプニングが起こるということも想定しておいてください。アングルジョックからスプレッドして見えないような状態にするテクニックは結構使われますので、ぜひ覚えておいてください。超不思議でめちゃくちゃ素晴らしいトリックです。ぜひやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。じゃーん、予言してました、すげーだろーってやるよりも、奇跡の一致ですねってやった方がかっこいいと思います。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。